食べる。カツカレー。あります。到着済み。1500円に届かせるために頼んだ緑茶。そして、メインです。メインです。おぉ。こちら、マグロのカツ。今回は、トンカツとか、ロースカツカレーではございません。マグロです。はい。お、そしてカレー別なんですね。ほう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 。なるほど。はい、こちら。今回、ルー大盛り、ご飯も大盛りで頼んだんですね。画面ではね、これの、もうすでに乗ってる感じだったんですけど、乗ってるとやっぱカレーがこう染み込んできてサクサク感なくなってしまうと。いいですね、別。そしてカレーはそのままで頼むと多分そのままのカレーのルーだけ、シンプルなルーだけなんですけど、今回マグロカツということで、ルーもシーフードルーでいってます。あ、完璧。梱包完璧。普通だったら最低限やるとしたら、この蓋する前にラップして、それで終わりなんですけど、プラス、その上からもやってあります。もう完璧だわ。いや、この味吉さん、基本は寿司屋さんなんですけど、初台のお店なんですけど、初台がエリアに入った瞬間からもう加盟店だったお店で、もうめちゃくちゃ昔からのお店なんで、さすがですね。はい。いいぞ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 。オープン。これどうですかね？まだわかりません。うわ、なんか、ラップの仕方がもううまい。ぴっちりしてる。やっぱ、寿司って基本ラップして多分、お、なにこれ？すごい。スプーン入れがありますね。オープン。こんなもんです。はい、ちゃんとしっかりこの2つの種類の後、このままの感じにいっぱいある。これが気になってます。生魚介類アレルギーです。生すぎたらもう終わりなんですけど、まあ、これはね、挑戦です、私の。あ、カリカリ。カリカリだわ。さて、あ、手を洗おう。これカトラリーオンにしなければついてきませんから。チェックマークをね、つけるのを忘れなく。はい。ということで、あともう一つ、こちら。しじみの味噌汁です。ちょうど家にもらい物であったので、これをね、一緒にいただきます。さあ、問題は、このシーフードカレー、ルーですよね。どういうレベルで入ってんの？はい、見て。お、エビ、エビ。なんだこれ？貝かな？ホタテ？え、ホタテ？ホタテ？うわぁ、ゴロゴロ、ゴロゴロ。ゴロゴロ。いただきます。いただきます。どういう感じで食べるか難しいよね。これね。ルーちょっとかけ気味で。いただきます。うん。あ、ご飯もうまい。うん。寿司屋だけあるね。だいたいデリバリーのこういうカレー屋さんの店、カレー屋さんのご飯って結構パサパサになってる感じが多いんですよ。いや、ちゃんと、うまいご飯。そしてこれいきますか。マグロ。ちょっと怖いんで、ちょっとカレーかけます。マグロの、カツ。いただきます。あ、もう全然大丈夫。うまい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 。ホタテ。うん。いい、いい、いい。うん、らっきょう。うん、いいね、いいリセット。エビ。うん、あ、いいね。うん、合うなぁ。さあ、出てきました。イカ。うん。うめぇ。寿司屋のカレー、うめぇ。やっぱ寿司屋のカレーって言ったらもう魚介一択だな。うん。